やもうデビューね、数ヶ月になりますが、皆さん。もうどんどん距離縮めてますよ、皆さんね。今日楽屋ね、隣だったんですけど、まあ騒がしい。ねえ、もう歌、絶叫、笑い声で、もうね、元気で。それだけみんなの距離がね、縮まってるってことじゃないですか。そうだな。いや、これはいいことですよ。もっとうるさくしていきましょうね。はい。ということで今日早速企画入っていきたいと思います。私の理想の告白シチュエーション。はい。前回の胸キュン告白大会の時はメンバーのみんなが告白する側でしたけれども、今回はメンバーそれぞれが考えてきたこんな告白がされてみたいという妄想劇を披露してもらいます。はい。兄貴の理想の告白シチュエーションなんですか？俺やっぱり、パチンコ屋出てクズだな。こうなだれてるとこにスッとこう財布にお金入れてくれる。それ告白なんですか？それ告白なの？俺にとって告白。付き合ってくださいなの？それ。そう。あ、そうなんだ。そう。みんなこんな大人にはならないようにそう、ね、しましょうね。はい。ということでじゃあまあ一人一人ですね、シチュエーション見ていきたいと思います。はい。ではまずは花村。はい。では花村の理想の告白です。どうぞ。文化祭前日の放課後、好きな男の子と明日の準備をしています。文化祭明日だね。ね、楽しみ。ねえ、ほのか。明日さ、一緒に回らない？なんか、カップルみたいだね。ガチでいる人いる。バレバスのつもりだよ。え？最初からもう告白されること分かってる演技してる。照れちゃって。これはもう、好きな子だから、ドキドキしてるんですよ。ああ、もう。照れるとクスクスってなっちゃうのかな、なるほど。なるほどね。はい、じゃあ続いての、シチュエーションが、ひなた。ひなたの理想の告白です。どうぞ。高校最後の部活の大会、私のせいで負けてしまい落ち込んでいると後輩の星宮くんがいる？なんだこれ？殺しの殺し屋が来るときにハマってるな。ごめんね、私のせいで負けちゃったよね。結構いくらなんつ首よし。来年しゅんちゃんの分まで勝つから隣でずっと見てて。うん。いや顎持ちすぎだよ。いや、しかもあんな持つ顎食いでしょあれ。しかもあれアドリブです。足が書いたやつには書いてなかったけど。力入っちゃったね。いや、あの使い方の喧嘩の前のやつだ。あと、てめえ多いの。てめえ多いのだから、あれ。もうちょっと優しく食いしないと。そう、優しくこうだよ。すごい強い。無気。無気ってなったんだ。あれはね、うーってこと。ああ、ここをうーってね。だから力入ったんだ。入れたつもりは。あれすごいね。なるほどね、ひなたのシチュエーションはこんな感じでした。はい。はい。じゃあ続いていっちゃいますか。はい、続いてが、ですね。星宮。うん。はい。でも男役やってたじゃないですか。はい。今回誰がやってくれたんですか？私のシチュエーションは、自分が男役をやって、相手が来る。なるほど、なるほど。はい。そう、全部やってくれたんだよ、男役。理想の側をやったと。なるほど、なるほど。じゃあ花村が星宮だと思ってみればいい。なるほど、なるほど。はいはい、なるほど。じゃあ見てみましょう。はい、星宮の理想の告白です。どうぞ。じゃあ図書館ね。はい、ねえ、ほのか。ほのかってさ、好きな人いるの？いるよ。ですね。誰？いや、言わないよ。図書館で喋ってんの。サッカーか。多い。じゃあ、何組？何組？
1から3組の間、うん、いや、星宮くんはいるの好きな人。うん、まあ何分いい俺の話は話しよう、そうだね。おおいや見てなかった、うん、早いね、見てなかったリアクションがまあまあまあ演技のあれは置いといてね、間がリアルですね、すごいね、なるほどね、長かった。でも多分最後あのらメッセージ見てないのに嬉しいから、ちょっとそこもう一回見ていいですか。だってさ、見てないのになんか、それ大事だよ、もう大事みたいな、いや絶対おかしいんだそれ、やばいよ台本通りの式で書きました、書いた、はい、書いてペンをカチャってやる、花村の目線に注目ね、で差し出す、出す見てはないんだよ。見てんの？見てんの？顔言ってんだよね。顔ね。これがいいんだ。ああ、